最後の戦いに行くぞーと言いたいところなんですが、まあちょっとさすがにね、私の力で12分くらいで行って帰ってくることができるかわからないので、第3のレーザー破壊、これが最後の溶岩源だ。ちょっと行きてえな、早く行きてえけど、つか本当に移動早くなったな。あ、めちゃ早い。ここから下行って。あつ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 。あそこどうやって行くんすか。めっちゃ左上なんすけど、あそこどうやって行くんすか。これか。じゃあこれ溶岩の中いけるけど、どうせ耐久値壊れ、あーでもマックスまでいってる。あ、じゃあこれ常時マグマの中いても大丈夫じゃん、余裕じゃん。ありがとう船長、君のことは忘れないよ。むしろ俺らのこと忘れないでねの方なんだけど、俺らの特攻兵だもんね。マグマの聖域1へ移動する、行くぞ。これが最後の戦いだ。早くね、開幕被弾してるんすけど、ちょっと行き先不安。いやー、せっかく会場のシーン見たかったのに。全訪問開けー、ドリルシップは死守しろ。万が一敗戦してもいいようにドリルシップだけは死守しろ。生産モジュールなんて止めてしまえへん。いくぞー。ハツがピストルの弾薬作ってねえや。ピストルの弾薬作ってねえし、ピストル置いてくか今回。ロケランとスナイパーだけでなんとかなるやろ。なるかな。さっきならなかったからピストルの弾なくなってるんだよな。てかミニガンの弾もねえや。まあ今回は軽い偵察みたいなもんなんで。ヘキヘキ。ロケランかますだけだから。発射と同時に消滅したんですけど、ちょっと待って、俺これ何に攻撃食らってる。あれか、スナイパーモジュールと本物のスナイパーの攻撃を受けてピンピンしてんじゃねえよクソが。よし、これでさすがに当たるかな。お、当たった当たった。なんだよ、やればできんじゃん、やればできんじゃんっていうか、まあそのやることをできなかったんだけど、さっきは。おら死ね、よっしゃー、足こぶこしゃーといっても、これさ、まあ例のごとく全部壊さねえといけねえわけじゃん。あっち側ないかな。ああ大丈夫そうだ。あ、なな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 
キモい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 、無理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 。はあ、ちょっとキモいとかってレベルじゃないんだけど、ちょピストルの弾薬急ぎで、生産モジュール立てるんで急ぎでお願いします。ふざけんなよマジで。鉄製の弾薬筒と、ちょもうゴミみたいな量でもいいから早く作れ。何が足りねえ、チタン板か。大丈夫、壊されてる。弾薬どこだ、壊されてんのか壊されてるのかよくわかんねえな。アーマー、アーマー、アーマー忘れるのが一番まずい。あ、いやギリ大丈夫そうだな。あ、大丈夫そう。壊れてる場所も特になし。よくやった、偉いぞタレットたち。つかタレット強、タレット様々すぎるんだけど。よかった、ドリルシップ強化しといて。マジでシャレにならんくらい敵が強い。リロードリロード。どっから来たかもわからねえくせにシャレにならねえくれ、強え敵が。はいはい、当たらない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 よー。痛い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 、何すんだよ。一匹でも立ち向かってくれるあたり、来るあたり勇敢だな、あいつ。これさ、スナイパーでちまちま削ってもさ、壊せると思うんだけどさ、方法もないかな、さすがに。こういう邪魔もちょこちょこ入るしな。そこのタレットさえ壊せてしまえば OK、 もう一個はいけるはず。いけなそう、いけるかな、いけ、当たってねえな多分。厳しいな、当初の予定通り早々壊しきれなそうなんだよな。もしかしてハイパワー弾薬って強い？たた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 、あれに撃たれてたわけで。オッケーオッケー。いや、ギリ間に合うかもしれん。あと3分程度だろう。ギリギリ間に合うかもしれん。よーし、壊したー。手前知らんうちに壊れてたんだよ。あれ何？俺が知らず知らずに壊しちゃったっけ？え、これはもう終わり？ハッピーエンド？これでコグが作った負の遺産は全部なくなったわけよな。
ショットガンって上位互換の武器出ないんかな。もう途中からめんどくさくなってダブルバレルじゃしょうもないからと思って使ってなかったけどね。いいよ別に締めなくて。終わったで。これが最後の、クエストだ。火山の中心部に移動して永久に沈没する。あーなるほど、まだあるのか。とりあえず沈むか。え、レーザーだけじゃないのか、壊すものって。まあいいけど別に、だいぶ余力あるからいいけど。レーザーの破壊が一番ちょろいんじゃね。ロケランの弾がそんなにないのと、余分な弾がいくつもあるのと、多分さ、ショットガンの上位互換ってないよね。そう、SMG とかになっちゃうもんね。これがさ、ショートダブルバレルとかじゃなければさ、使うんだけどさ、フルオートとは言わん。普通のポンプ式くらいのショットガンをくれ。準備的には何が必要なんだろう。でも何するか聞かされてないんだよな。あ、溶岩スイスイいけるの楽でいいわ。え、レーザーは隠されているって言ってるけど。火山の中心部移動、まあいっか。これは多分時間が必要ってことだよな。そっちの方がこっちとしてもありがたいし、いろいろやることだって。なんだろうな、何が必要だろう。とりあえずガトリンがゴミだからいらない。グレネードくらいか。ロケランの弾とグレネードかな。グレネード20発くらい。うるさ。何がないの？鉄管がないの？鉄管9個ね。で、ロケランの弾薬と、あ、モータルグレーの方もあるじゃん。ロッキー。うん。もう余裕じゃない？まあ、わからんけど、出た瞬間、ドリルシップ壊されるとかあるかもしんないからブチギレ案件だけど、そんなんあったら。もうそうなったらもうねって感じだけどね。こっちの勝ち筋普通になくなるんよな。肉塊、肉塊もこんないらんよな。せめて10個でよ。10くらいで持ってりゃ OK やろ。10でもないけど。あとはグレネードガード、もうちょいで作り終わるかな。うん、この辺めちゃくちゃ赤いよな。爆発した。ボワー。ブラックアウトみたいな。
これとりあえず噴火終わんないと何も分からんからな。これは今上にいんのか俺。じゃあ別にさ、2から3の間のトンネルに行くのはさ、時間関係なくできるやん。あ、本当にマグマの中にいても大丈夫になっちゃったんだな。そういう体になっちゃったんだな。かわいそう。ここかー。あ、本当にマグマの中なんですけど。別にさ、決して人間が足を踏み入れていい位置ではないですよね。間違いなくね。いや、もう黄色星の、俺が苦しめられた拠点しか見当たらねえんだけど。行くぜー。最後の最後だし、見ようぜ。開閉シーンを。やっぱドリルかっこいいなぁ。俺のドリルは地の底を這うドリルだっていう歌い文句でやるか。よーし。とりあえず生産モチュールは前提値でいいから。裏は粒ついてるね。弾も多分 OK。 いくか。でもまだクレーン壊すだけだからな、楽なんじゃね。両サイドを黄色の拠点に囲まれてるということ以外は楽な要素しかないんだけど。てか別に遠距離から撃って壊せばいいから、いや余裕でしょ。弾くれ。そんなにがっつり無駄遣いできる余裕はねえんだ。ああいうさ、害悪タレットもさ、スナイパーでちまちま削ればええやん。あれ味方のかもしれん。あ、いたた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 。で壊したら近づいてグレネードをポーンってポーンってポーンって。めちゃくちゃ左から弾飛んでくるんだけど、なんすかあれ。あ、てか一応同士打ちしてくれるんだお前らって。あ、ごめんね、回復してるから攻撃しないでね。いや、えぐいぐいぐいぐ。弾幕の巻き方やめろマジで。えぐいんだって援護の着方が。こういう時のためのプレポン。気持ち、死ぬ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 。やっぱ一掃できる武器欲しいな。でもそんな武器ないからな、このゲーム。ミニガンも火力不足だし、ちまちま削っていくしかないんだな。わらわらと来やがってクソどもが。おいおい、
ちょっと引いて完全なアンチから撃ってくるのマジ性格悪いからやめてくれ。総力戦だな。どんな手を使ってでも倒すしかねえ。一回で倒さないといたずらにこっちの損害が増えるだけだからな。相手はもうさ無限脇だからさいいだろうけどさ、こっちはそうもいかないからな。よっ、とりあえず一箇所は OK。ちょっとアーマー持ってかれた。ちょ、えぐい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 。それこそパレット使えばいいんだろうね。呼び出し式のタレット、そのためのあいつ説は全然あるけど、あれに頼るのはなんか尺だからやだ。俺のプライドがやつを呼ぶなと言っている。設定してねえから呼べねえしな。から一方的に打てるポジションだな。こう、やばいな、当たるとアーマー持ってかれんな。あの裏の形絶対こっち向かってきてるもんな。まっすぐ落ち着こう落ち着こう落ち着こう、話し合おう話し合おう話し合おう。ふざけた人数連れてきてんじゃねえよバカどもが。話し合おう話し合いましょうよ。キモすぎマジで。どうやったらこんな数戦えんだよ。角待ちグレポ、あ、まあでもグレポン使えばそれなりに処理できるな。結局知能ではそんなに高くないから。かといってこいつを楽に倒せるかって言われたら全然そんなことないんよな。当然の権利のようにグレネード撃ってくるもんね。アーマーがなくなる。無理だぞ一発で壊すの。これでグレは通る。つうか当たり前のように壁抜けて攻撃してくんじゃねえよクソが。ぶっ壊すぞ。
マジでこいつ倒しても美味しくない。ただ害悪なだけの敵いるよな、そういうやつって。やべ、あま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 あ、甘きろ甘きろ甘きろ、早く甘きろ早く甘きろ、死ぬな、死ぬのが一番まずいから死ぬな。次だな、次敵来たらもう問答無用で拠点帰ろう。もう無理だ。壊れろ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 、頼む壊れてくれ。あれさ、多分さ、グレネードのタレットが2マス使う建築物だから、あいつさえ壊しちまえば、あと奥の電磁コイルだけなんよね疑問は。壊せ、壊れろ、頼む壊れてくれ。よし撤収。一時退却。やばいな。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、飲ませて、飲ませて。よし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 。撤収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 。撤収。一旦拠点に逃げよう。たまねえしな。チタン板、チタン板がない。チタン板もないし、チタンもない。チタンのインゴットください。早急に。くっそ、使いたくねえけど、ショットガンの出番が来ちまったみてえだな。アーマー1個だけでいいから早くできた。できた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 。エネルギーが少ないとか知らんのよ。こんなこと言ってる余裕ないから、命がけで戦ってる人に水ささないで。いや、エネルギーゼロになったな。止めろ止めろ、生産モジュールなんて止めてしまえ。発電遅いよ。何やってんの。やばいな。いや、アーマーアーマーアーマーさえあればなんとかなる。アーマーさえあればまだ参る。とか使ってみるか。使い方よくわかんないんやな。チタンボルトもねえじゃん。ボルト、いや、チタンがもうない。あ、違う、モジュール閉じちゃったから溶かせないのか。なんだなんだ、他何を止める。いや、もうコイルを止める。すまんが止まってくれ。んっつうか発電モジュールないな。あ、石炭ないなった。
終わりじゃ。終わり。この世の終わり。ああ、今度電力なくて作れねえし。終わりだ。もう今の装備で壊しきるしかないね。もう何もできないぞ。なぜなら発電をする手段がないからです。石炭発電？何甘いこと言ってんだ。石炭がねえんだよ。あれほど石炭を大事に集めていたのにもう足らなくなったか。いや、いける、いけるというか行くしかねえ。ここはもう意地の戦いですよ。あそこを破壊しなきゃ俺らに未来はねえ。あと8分で壊しちゃいい。やることはやれ。てかぶっちゃけあの右のテスラさえ壊せればあとはロケランでなんとでもなるはず。壊れろ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 、あー壊れろ。ふざけんな、どんだけ弾使わせる気だ。よし、これだ。あとはスーパーロケランタイムよ。最悪俺は死んででもあの船に戻ればいいから。やべ、弾割れたな。これ負けるかな。あー無理そう無理そう、さすがに無理そう。負け、よし。でちょっと怖いから肉も巻く。でももうあんまないんだよね。ちょ、弾幕えぐ、どうなってんだよマジで。やべ、アーマー持ってかれた。余裕ないのにアーマー持ってかれた。やべ、なんかドリルシップダメージ受けてるんですけど、何の冗談すかそれ。そういう笑えない冗談シリーズ勘弁してほしいんだけど。誰に攻撃されてる？お前か！よりにもよってお前か！やべえ。やば。いや、いけるいける。待てよ、てめえ。こっちはあと、ロケラン一発だったんだぞ。やっば！このタイミングで死ぬの本当にまずいんだけど。逃げるしかないか、これ。やばい、逃げよう。一時撤収です。やつを倒す手段がねえ、こっちには。電気ってさ、地下いるだけじゃ復活しないよね。地熱組み替えるか。地熱、地熱、地熱のモジュールどこ。ボッコボコだ。
いや、アーマーさえ作れれば全然ワンチャンあったんよ。地熱ってさ、熱で発電するんだから多分マグマの中とかいてあげないとダメなんだよね。それはいいや。あ、ってか、作れるじゃん。トレーラー4つ目。やっぱ俺の見立ては間違いじゃなかった。そもそも来るの早かった説が若干あるんだよな。そういうのがあるとなると。チタンボルト。チタンボルトは作れないね。いや、俺ってさ、こっちだったら作れない。作れるじゃん。チタンボルト1個作って、あとツールで言うとモジュール修理キットを作っていただいて、あちこち修理タイムだな。てか一瞬でも外に出て物を取り出さないといけない。無理だな、これ。もう一回、なんか、立て直しの期間入るかも。モジュール修理キットいらんかったやんけ。とりあえず地上戻ろう。一旦ね。一旦。やべえなー、これやべえなー。 0% でまだ完全に壊れきってないからいいみたいなとこ多少あるけど、そういう問題じゃないレベルで壊れてるところがちらほらあるんだよな。この 30% ってどこが削れてその 30% なんだ。上か、上じゃねえな。一瞬でいい、地上でよ。あ、ダメだ。これ俺のドロップアイテム大丈夫か。そもそも俺のドロップアイテム大丈夫か。怪しいぞ。したい、大丈夫か本当に。早急にあちこち直したけど、しんどいねこれ。地熱発電機のティア2って作れる。ティア2はティア3作れるな。別にトランスミッションないから今は無理だけど、いやー、考えが甘かったっちゃ甘かったんだよな。うん、マジで何が 30% になってんだろう。耐久値あれかな、壁かな、壁というか床かな。ぽいよな、なんか。この辺も直せねえ。あ、まあ直せ。ん、じゃあ俺が今、あれか、修理キット持ってないから直せないのか。いね、これね。どうしたもんかね。
電気なくて破綻すると思ってなかったんよな。どんだけ電力食うの本当に。ブリーチ交換こっちじゃねえんだ。あ、どっかから出せなかったっけ。これか。考えが甘かったのはそう。ああ、2つ必要じゃん、ここ。とりあえず、ひとまずは、地上に出ないとまずい。なぜなら石炭がないからです。こんなね、5個とかね、ちまちましたもん集めてもね、何も変わらんのよね。現状は。はい、ちょっとタイム。ここって、どこ？俺がさっき上陸したとこ？かな。あんね。俺のデスボが多分もう回収できないんだよな。下手したら。さっきどこの地点にいたかももう覚えてないしな。あー、いや、絶対にここじゃないことは分かった。これか、ここのライトが壊れそうになってただけか。あ、いや、でも、あれ？特攻でいけるんじゃね？だってクレーンの足2つぶっ壊れてて、あ、いけるな、いけるぞ、これはいける。誰か核兵器を持ってこい。まあちゃんと限界があるからな、そういうことするにも。まあ、どうにかして装備回収したいよね。火山の中心2なんで、俺が出たいとこって多分。え、てか出れるじゃん。2行こうぜ。俺の死体回収しないとまずい。多分ね、マッピングされてる経路的にそうだと思うよな。その地上でマッピングされてんのがレーザー装置。ここが一番最初いたところで、こっちが2個目壊した足場で、ここはまだ壊してないとこだと思うから。から、右上に向かえ。どこかわからんけど、右上に向かえ。いや、マグマの中行きなさいよ、どうせ行けるんだから。あれ、なんか敵いる。嘘、さっきまでいなかったじゃないですか。うざくないこういうの。嫌いなんだけど。地下で最低限準備するにしてもな、限度があるからな。最低限スナイパーとピストルを確保するとして、必要な材料が銅製の武器部品7つと鉄管1で、必要な弾薬もそれなりに作れる。いけるんちゃう？やっぱ
とな。クラフト終わるまでマグマから出ないようにはするけど。節電。でもさっきとアプローチの場所が違うから、多分ちょうど壊してないところを開けてくれてるんだよな。ここから出てったら、ここが多分壊れてないところだから行けるぞ。マジでアーマーは1枚分ある。絶望感漂っててやばいんだけど、多分いけるぞ。てか俺はやるぞ。困った時のセーブ、今更だから。ラスボス戦の前にはセーブしなさいっていつも言ってるでしょ、このバカ誰が。ボス戦の前はセーブしろ、RPG の基本だろうが。よし、弾薬は持った。勝とう。最悪スナイパーなしでピストルだけでなんとかなる説が全然あるからな。え、なんか弾少なくない？いっか、次に全然足りる。2箇所壊すだけだったらロケラン1発ずつ入れてるから足りる。あとはもう敵に気をつけつつやるだけ。びっくり戦車くんがいるんだけど、あいつ舐めすぎじゃね、マジで。的確に俺の邪魔をしてきやがる、あの戦車。許さねえ。いや大丈夫大丈夫、拠点付近で戦闘になる分には全然 OK。むしろウェルカムみたいなところはある。アーマーさえ壊されなければね。オッケー。あれ？全然攻撃してこないぞこの子。いや、とりあえずこいつさえ無力化できれば何とでもなる。うざすぎマジで。どんだけ来んだよ。はあ、追加の戦車来た。だる。ちょっと避難したらあんまなくなる。あれ、だるすぎじゃねえ？やばいでしょ。やってることやばいでしょ、マジで。ゲーム多分クリアさせる気ないよな。こっちがどんだけ自利品でやってるか分かってほしいんだけど。つかさ、チタンのアーマーもう一個作れん？
もう2個作れればだいぶ余裕あるんだけど。電力どうなってる？ギリカバーできてる範囲？カバーできてんのかできてないのかわかんないな。とりあえず弾。やっても作れてんの？ちょ、これ鉄板作っちゃってるわ。鉄板じゃなくてボルトよ、ボルト。あ、いや、じゃあもう作れてんのか。よし。いや、こんだけあれば余裕なんだけど。アーマーでゴリ押しする。このゲームがスナイパーゲーだってことを教えてやるぜ。邪魔される前にこっちから手出すしかないな。なんなら弾くれ。まあもうかわいそうだからおとなしくしてな。あとは目的地まで走るのみ。あ、やべ、はまった。ちょっと待って、謎スタックやめてほしい。あ、これやばいやつだ。多分登れねえんじゃねえかな、ここ。登れる？登れないな。あ、終わった。いや、よかった、セーブしといて。こういうクソがあるから本当にゴミなんだよ、このゲーム。いや、あのね、違うんだよ。ジャンプ力高くないじゃん、このゲームのキャラ。ジャンプ力なく高くないくせに、ああいうとこ引っかかるからゴミなんだよ。埋めろよって話なんだよね。まあ、そういうのも楽しいでしょみたいなことを思ってるんだったら、マジで腹筋違いだからやめろと言いたいんだけど。ああいう要素に関してはね、切れても全然許されると思う。まっとうに、お前はテストプレイをしたんかって言いたくなっちゃうから。ちょっと、一瞬だけ生産モジュール動かしてくれ。どっちだっけ？どこだっけ？生産モジュール。どっけ？これか？今だけは黒字でもいい。よし、アーマーの予備担いだ。生産モジュール閉じた。行こう。スナイパー持ってる。テイク2です。ああいうところにはまるのはね、もう本当にどうしようもない。このゲーム、足元気をつけてやってはいるけど、敵に追われながらだとそんな余裕もないしね。ああいうなんか落っこって即死するゾーンは別にあってもいいけど、敵地に向かう道中に置くんじゃねえとは思う。これ本格的なクレームね。
数多いな。あー弾切れた。リロードするんだったらピストルでぶっ壊した方が早い。つかもうすぐ援護来るマジで。オッケー、魔法巻いて走ろう。もう俺はお前と真っ当には戦わない。お前の相手をしない。壊せ、意地で壊せ。よし壊したー。あーもう長かった。これやっぱ一人でやるゲームじゃねえ気がする。一人、まあそのためのタレットだろうけど、タレットも使えない。コクコアは爆発して乾いた葉っぱのように崩れ、火山のゆららがゆっくりと溶けていった。コグユニットはカノアのその力の源が消えていくならか沈黙に散っていた。火山を埋め尽くしていた猛威はゆっくりと薄れ、風と清らかな雨に洗い流されていった。現在は休眠状態になっているが、澄んだ空と穏やかな海は通過する空の注目を集め、再び南国のオアシスに戻ってきた船を呼び寄せる。急変の知らせは瞬く間に広がり、無線や通電信のおかげですぐに亡命した島の人々の元に届く。やがて最初の船が戻ってきて、亡命したアドラノスの島民も連れて帰ってくる。港はもだもや活気に満ちている。人々は火山調査のために派遣された遠征隊を探して島を探索する。やがて島民は遠征隊員を発見する。彼らのコグとの大奮闘の物語は島中に響き渡る。大奮闘どころじゃない、何回死んでると思ってんだ。勇敢にコグの脅威と戦い、島を解放するのに貢献した勇敢なドリルシップの乗務員の名前をアドラナスは決して忘れないだろう。ですって。アドラナス遠征は成功しました。あなたのおかげで追放された島民は今、故郷に帰ることができます。プレイ時間が多分9時間半かな。これもうなんかあとの数字が何かわからん。開目検討もつかん。これもうあれ平和な世界で過ごすみたいな感じのモードに入ったってこと？敵が動かんくなっちゃったもんね。敵のドリルシップとか行ったらどうなるんだろう。普通に撃たれたりすんのかな。おお、どっか行っちゃった。こんなスッと終わる感じなのか。やべえ、なんかチタンのインゴットがめちゃくちゃ生産されてる。どういう感じなんだろう。どういう感じに受け取ればいいんだろう。満身創痍ではあるけど勝ちは勝ちだな。満身創痍ではあるけど、なんならちょっと勝った気もしないけど。あれ、ちょっと俺のドロップ品だけ回収しに行っていい？もうだって指令とかは何もないんでしょ。あ、もうこっからは本当に自由にって感じなんだな。
アップグレードも結局、あれ使わなかったしね。このドロップ品の武器あんのかな？ここが中心4で、やっぱコグがなんか地震を起こし、地震じゃねえ、火山を噴火させたっていうのは間違いじゃないんだ。レーザーで活発化させてみたいな、多分そういう説明はあったんだろうけど、俺は見てないね、少なくともね。なるほどな、コグって悪いやつらだったんだな。あとか床なら撃ってもいいんだ。床は船体に入ってないのか。どの道石炭不足なんだけど、燃料なくても走りはするんだね。俺の死体は多分この辺に転がってるはずなんだけど、見つからないから帰ろうか。まあしょうがねえやな。帰ろうかっつっても、もうゲーム自体は本当に敵も出てこなくなっちゃって、火山も起きないし、平和な感じで終わっちゃってるんよな。とジャンプ力ゴミだなこのゲーム。登れない、こういうとこ。ご了承で今登ったけど、いやでもめちゃくちゃいいなこれ。ドリルも最終的にあの感じになるとは思わんかったわ。感じになると思わんかったし、こんなに発展すると思わんかったし、最後からさ、てかあのね、1回目ドリル、1回目このドリルにするときに困った要因と同じ方法で最後も下ると思わんかったわ。石炭かー。一応ね、なんかまたもう一回やろうかなって思ってて、今度は知り合いを巻き添えにして、その難易度高いバージョンでやってみようかなって思ってるから、まあ、その時はまたや動画とかでやれればなと思います。はい、また次回ですね。また次回というか、まあ何かの動画でお会いしましょう。さようなら。